エリック・グリーンは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州、イングルーと生まれ、バージニア州ウィンチェスター出身のプロバスケットボール選手。ポジションは、ポイントガード。バージニア工科大学で4年間活躍し、最終学年の2012から13シーズンには、NCWA ディビジョン1の得点王に輝き、ACC の最優秀選手にも選出されるなど、注目されていたグリーンだったが、 2013年の NBA ドラフトでは2巡目指名に甘んじ、46位でユタジャズから指名されるも、ドラフト開催日当日に、デンバーナゲッツが27位で指名したルディ・ゴベールの保有権などとのトレードでナゲッツに権利が移動。さらに同年にナゲッツとの契約はならず、イタリアでプロキャリアを開始。1年後の2014年7月にナゲッツと2年契約を締結。 NBA1 年目の2014から15シーズンは43試合の出場で平均出場時間も9.4分、平均得点も3.4得点に止まり2015から16シーズン開幕直後に解雇された。2015年11月21日に D リーグのリノビッグホーンズと契約し NBA 復帰を目指して再出発。 2016年1月26日にユタジャズと10日間契約を結んだ。ありがとうございます。